レボールくんの絵本読み聞かせ。レボールくんと無駄遣いお化け。ある日、レボールくんはお買い物に出かけました。買わないといけないのは鉛筆です。もう鉛筆短くなっちゃったネバだから、新しいの買わないとネバね。ネバール君は鉛筆の棚の隣にキラキラシールが並んでいるのを見つけました。キラキラネバー、これがいいネバね。ネバール君は鉛筆を買わずにキラキラシールを買って帰りました。帰ってきたお家はなぜか新しい椅子やテーブルやテレビなどでいっぱいになっていました。なんじゃこりゃネバー。お母さんがやってきて言いました。本当はお皿を買いに行ったんだけど、かわいい椅子やテーブルや大きなテレビが目に入ったから、ついついお皿を買わずに欲しいもの全部買ってきちゃったわ。椅子もテーブルもテレビもあるネバだからいらないネバよ。するとどこからともなく無駄遣いお化けが出てきました。ひひひ、お前は今日買わないといけない鉛筆を買わずにキラキラシールを買ってたな。だからお母さんにも無駄遣いさせちゃったぞ。ひひひ。お母さん、他にもネバールくんの腰わらとか、お母さんの花飾りとか、お父さんのお帽子とかいっぱい買っちゃったわ。そしたらお家のお金がなくなっちゃって、明日からのご飯買えなくなっちゃったわ。どうしましょう。無駄遣いはダメネバよ。ネバール君もこれからはちゃんと必要なものだけを買って、必要のないものは買わないようにするネバだから、お母さんを元に戻してネバよ。そうか、もう無駄遣いはしないんだな。もしもまた無駄遣いしたときは出てきてやるからな。そう言って無駄遣いお化けは消えていきました。それからネバール君はお買い物へ行っても無駄遣いしなくなりましたとさ。おしまい。また見てねばー。